皆さんこんにちは、奈良尾久美子です。しおです。あやです。はい、ということで今回はサウナ女子が行くということで、こちらオールドルーキーサウナ銀座店にやってまいりました。ということでオールドルーキーサウナ、もうサウナみんな大好きよね。大好き。もうあちあちの会員制のサウナとなっているんですけど、今まで全部男性専用のサウナだったんだけど、銀座店は女性対応店でございます。イエーイ。ということで今回はここで整っていきたいと思います。行ってきます。2023年7月にオープン。水曜日と日曜日が女性専用、それ以外の曜日は男性専用となっています。スキンケアやヘアオイル、ヘアビューロンのアイロンやダイソンのドライヤーなど高級アイテムが嬉しい。タオルは大小と使うことができ、アメニティ類も豊富。オリジナル水着のレンタルも可能です。浴室へ進むとシャワー室がずらり、可愛いアートでテンション上がる。シャンプー類も豊富なので手ぶらで OK。 サウナマットを持ってサウナ室へ。絶対静寂サウナ室ということで、おしゃべり厳禁ですが、喋ってる余裕がないぐらいあちあちです。サウナ室には常時加湿機能がついていて、すでに湿度が高いんですが、オートロール機能でさらに湿度アップからの、上にあるファンからはオート熱波でとどめを刺してきます。幅広めの座面で高さは5段、広々としたサウナ室で自分と暑さに向き合いましょう。サウナ室を出て右手のドアを開けると水風呂です。限界ギリギリの最大級チラーを設置して、温度はまさかのシングルですが、それと裏腹にのほほんと癒されるアートがいい。その周りの内気浴スペースにはアートがたくさん。自分のお好みのアートを見つけてそこで整っちゃいましょう。そしてなんと外気浴スペースもあります。もうこんなの最高すぎじゃない。シャワーが可愛いの。めっちゃシャンプーいいよ。覚醒。体のまっすぐよく浮いて入ろうね。はい、ということでサウナに入っていきたいと思うんですが、普段スポンボンで入ってもいいんですけど、撮影したい人は水着着用でも入ってもいいそうです。ということでサウナの前には水分補給必ずね。いっ、ここ乾杯。うん、結構気合い入れて水飲まないとちょっと怖いぐらい。怖いよ、ちょっとドキドキしてくる。いただきまーす。おー、二重扉ありがたい。もうここでは結構熱いぞ。熱い熱い。うひゃ、ちょっと待って、すぐ曇る。湿度高。うわ、よく行きますね勇者。絶対静寂サウナだけど、せざるを得ないサウナ。これでさ、オート熱波あるの殺しにかかってない？よく上行けたわね、あんたたち。普通にすごいわ。作りはあれだね、新宿店とかやっぱ他の店舗に、うん、ほぼ一緒だけど、うん、ちょっとしたね、窓とかで差があります。熱っ、これ熱い。うわ、湿度も高いから汗なのか結露なのか。上手だね。トタビラキ。あ、うるさい、うるさい、怖い、怖い。急にびっくりしちゃうから。来た。来た。やばい。これさ、この暑さで熱波やったらマジでダメだって。このサウナを覚えたらちょっとやめつきになりそうだわ。行きましょう。ちょっと水風呂やばそうだったよ。水風呂冷たいんだ。行きますか。よし。はあ。うわ、何これ。じょうろ。失礼します。あ、いいね。あったかい、ちょっとは。その前にもうなんか整ってる感じするんだけど。
もうちょっと切れてない、ちょっと切れてない、もう何なんだこれ、どういう切れてるやん、そうなるで、それそれでは2セット目もいただきます。もうね、二重扉の一重目で熱いね、あっ見えな、うわなってる体が熱っ、結構来たよ、やばい、ちょ、これは耐えられん、めっちゃ気持ちいい今この達成感やばいね、こんなジェットコースター級の温度のこのアップダウンがなかなかないし、あとこのバスルームとかもさ、女性でも嬉しい雨に見えるのもすごく嬉しかった、ね、でオープンしたばかりということで今はね、あのまだビジターで利用ができるので一回来てみてください、ぜひ皆さんも来てみてください。はい、ということです、さよなら、さよなら。